タクシードライバー。タクシードライバー。現代、タクシードライバーは、1976年公開のアメリカ映画。制作会社はコロンビア映画。監督はマーティンスコセッシ脚本はポール・シュレーダー。主演はロバート・デ・ニーロ。大都会ニューヨークを舞台に、夜の街をただ当てもなく、走り続ける元海兵隊のタクシー運転手が、 腐敗しきった現代社会に対する怒りや、虚しさ、逃れられない、孤独感から徐々に精神を病み、ついには、自分の存在を世間に知らしめるため過激な行動に、走る姿を描く。1960年代後半から1970年代中頃に、かけて、流星を極めた、アメリカンニューシネマの最後期にして、代表的な作品とされている。 第29回カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品。また、1994年にアメリカ議会図書館がアメリカ国立フィルム登録簿に新規登録した作品の一つ。ニューヨークにある小さなタクシー会社に運転手志望の男性が現れた。ベトナム戦争帰りの元海兵隊員と称するトラビス・ビックル、ロバート・デニーロは、 戦争による深刻な不眠症を患っているため、定職に就くことも、ままならず、タクシー会社に就職。社交性にあや,やかけ、同僚たちから、主戦奴と、あだなされるトラビスは、よかは、ポルノ映画館に通ったり、深い闇に包まれたマンハッタンをあてもなく運転する、という孤独の中にあった。そして、そこで目にする麻薬と性欲に溺れる若者や盛り場の、 大敗ぶりに嫌悪をしていた。ある日、トラビスは、次期大統領候補、チャールズ・パランタイン上院議員の選挙事務所付近を通りかかる。彼はそこで勤務するベッツィ、シビル・シェパードに惹かれ、彼女をデートに誘う。徐々に婚意になっていく二人だったが、トラビスは、日頃の修正で、ベッツィとポルノ映画館に入り、月光させてしまう。以来、どうなだめても応じず、 思うようにことが運ばない彼はついに選挙事務所に押しかけ殺してやるとののしるのであった。トラビスの不眠症は深刻さを増し心はすさんでいく一方であった。そんな中トラビスのタクシーに突如幼い少女が逃げ込んできた。ひもらしい男が彼女を連れ戻すがトラビスは方向性を定めるに至った。裏のルートから拳銃を仕入れ。 射撃の訓練と肉体の強化に励んだ。俺に言おうか。俺に向かって話しているんだろう。どうなんだトラビスは鏡の前で反響人と化した自身の共像を前に不敵な笑いを浮かべ、あるいは怒りに満ちた表情で瞬時に拳銃を突き出すであった。そんな中、トラビスは行きつけの食料品店で強盗事件に合わせた。彼はとっさに拳銃を取り出し犯人を撃つ。 刑事気取りの彼は偶然にもいつかの少女と会う。アイリスと名乗る少女、ジョディ・ホスターにトラビスは売春で稼ぎ学校にも行かない。生活を止めるように説得した。アイリスは恋愛などではなく、紐に騙され利用されていることに、聞いていない。しまいに少女に呆れられてしまうトラビス。トラビスは、浄化作戦を実行に移す。次期大統領候補であるパランタインの集会に、現れた。 トラビスのいでたちは、モヒカンにサングラス。パランタインを射殺しようとした。彼は、シークレットサービスに目撃され人混みの中を逃げ去った。その夜トラビスは、アイリスの紐、スポーツ、ハーベーカイテルを撃つ。続いて、用心棒、さらにアイリスの眼前で、売春客を立て続けに射殺。自らも、銃弾を受けて、重傷を負うも、マスコミは彼を一人の少女を、 裏社会から救った英雄として祭り上げる。ある夜、タクシーを止め、路上で、会社の同僚たちと話していると、トラビスの車に、ベッツィが乗り込む。彼女を降ろした後、彼は、夜の街を、タクシーで一人彷徨い続ける。トラビスと、アイリス、たくさんの死体と踏み込んだ、警察官たちを、真上から映す場面は、空き家になったアパートの上階の床をくり抜いて、撮影された。 同じシーンの血の生々しさから公開にあたって、レーティング審査で、X レート、イコール16歳以下入場禁止指定を受け、高学処理、リンウッド団によると言われるで、血のりの色を作り物らしく囲うることで、R 指定を受けた。常に徹底した役作りで知られるデニーロだが、本作の撮影に際し数週間実際に、タクシーの運転手を務め、役の研究を行った。 売春で生計を立てる少女アイリスを演じたジョギ・フォスターは公開当時わずか13歳であったことで大きな話題を呼んだ。彼女はこの作品でデニーロとの共演で演技に改眼したと語っていり、突然アドリブを入れるなど子役として活躍してきたフォスターには刺激的な体験となった。後に本作で第49回アカデミー女演女優賞にノミネートされ、 本格的に女優としての第一歩を歩み始めた。監督マーティン・スコセッシは浮気した自分の妻の殺害をほのめかすタクシーの客として出演している。劇中ではデニーロ演じるトラビスが精神の高揚しているスコセッシに終始無言で対応ているが、リハーサルの時には逆にデニーロが冗談半分でスコセッシのセリフにアドリブで言い返し驚いたスコセッシは 頭が真っ白になり、言葉を返せなかったと後に洗って語っていい。デニーロが鏡に向かい、とつぶやきながら、自分の胸像に銃を向ける場面は、脚本には書かれておらず、監督とデニーロが即興で練っていった。このセリフは、2005年にアメリカ映画協会が選出した、アメリカ映画の名セリフベスト100で10位にランクインした。終盤のデニーのモヒカンは、 特殊メイクの巨匠ディック・スミスが作成したものである。ハーベイ・カイテルの挑発もカツラである。本作が遺作となったバーナード・ハーマンによるサックス演奏はトム・スコットを中心に据えた音楽も映画の高評価に一役買った。最後のレコーディングセッションが終了して12時間後、息を引き取った。トラックリスト、追加演奏。この映画に影響されてジョン・ヒンクリーが レーガン大統領暗殺未遂事件を起こした。なお、本作自体も、1972年に起きた、暴漢によるジョージ・ウォレス大統領選候補、狙撃事件からインスピレーションを得たと言われている。DVD 版では、アイリスに会いに行ったトラビスが隠し持っていた拳銃を、用心暴風の男に取り上げられるシーンがかと、されている。また銃を密売人から買う場面で銃の、 携帯許可証を入手できない書きくシーンがカットされている。この時、サービスでホルスターをもらっている。脚本担当のシュレーダーらによる音声解説や日本語吹き替え音声を新規収録した本編ディスクの他に、ロケ地のその後の様子やエコンテと完成シーンを比較した映像を収録した特典ディスクがテンプレいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。